紹介する漫画はランウェイに笑って3巻4巻です。3巻では2巻で無事モデルがいなかったのを、なんか158センチのモデルの服を作り直して、ショーをなんとか成功させて、まあなんとか家に帰って、初めてのお給料をもらうんですよ。で、給料をもらって、まあ家に帰って、まあ妹たちに好きなところに進学しなさいって言うんですけども、妹たちは自分もなんか進学なんかしないで、働くと、兄ばっかりに負担かけないと、まあいう妹に対して、この兄の、まあこのイクトですね、このイクトが自分はデザイナーになりたいと、そしてデザイナー事務所で働かせてもらって今日は初めての給与をもらったと、まあだからもう自分は自分の夢を追っかけながら収入もあるから、君たちは君たちの好きなことをしながら頑張ってほしいと言って、まあ結構感動的なシーンだったんですけど、まあここで兄弟下の姉妹3人も頑張って、自分の好きなことをやることができるようになったんです。ところが、まあ話はそこで終わらなくて、181センチのモデルの人がいるんですけど、この人もファッションデザイナーになりたいんですけど、何分モデルとしてのなんかそういう才能がずば抜けてるんですよ。だから周りの人はモデルになりたいと、でファッションデザイナーはモデルになりたくない、言い訳でやってるだけだっていう風に、まあ決めつけられて、まあ苦しんでるんですけど、まあその人は助ける話ですね。でこの主人公イクトなんですけど、まあ前の2巻でも言ったように、パターンっていう服の設計図ですね。服の設計図を人が着ている状態で描くことができることから、ちょっとこれ引き抜きに合いそうになったところで3巻が終わって、で、4巻では、まあ大学には通ってないんですけど、大学のファッション層になんか参加する機会が得れたんですよ。ところが参加費用の1万円が出せないと。先に5000円だけ出して、後から5000円出すから参加させてほしいと頼むと、簡単に OK してくれたんですよ。ところが、ここで、ピンチなんですよね。この参加費用をもとに、171センチのモデルの服を作ってきなさいっていう案を出されたんですよ。他のみんなはもうちゃんと1万円出してるから、1万円で材料買ってこれるんですけど、主人公の行くとは、5000円。5000円しかない状態で始めるんですよね。で、やっぱ1万円ある人はいろんないい服作ってくるんですけど、ここに対して行くとは、なんとパジャマを作ってきたところで、この4巻が終わって終了します。